おはようございます。 YouTube 講演家の鴨頭嘉人です。本日の放送は、学びはあなたを飛行機よりも遠くに運んでくれる、楽読スクールで人生を変える第一歩、沖縄浦添スクールの渡名喜修さんと名さんの提供でお送りします。今日はですね、あるとっても面白い方を紹介しようと思ってるんですけど、吉岡純子さんです。まあ、僕は親しみを込めてずんこと呼んでたんですけど、この人すごい人で、僕との出会いはもう何年前だろう、4年ぐらい前になるのかな。あるセミナーに、僕とヒロキングが参加している時に、3日間の連続講座だったかな。で、初日にいなくて、2日目になんか突然現れて、たまたま席が近くで僕の後ろに座ってたのかな。で、ちょっとディスカッションの時にディスカッションしようと思って、よろしくお願いしますって挨拶したら、突然僕にを指さして、あ、 YouTube の人だって僕に言った。ものすごい面白い女性で、で、まあ、ディスカッションが終わって、ヒロキングに、あの女の子やばいねと、すごいこう波動が僕鴨頭に合ってると思ったんですよ。まあ、普通ね、急に指さして、ああ、 YouTube の人だって、まあ一般的に失礼な人だって捉える方法もあるんですけど、僕全然思わなくって、めっちゃなんかねしっくりきたんですよね。そしたらヒロキングが突然パソコンを見ながら、あ、カモさん申し込み来ましたって言われたんで、え、何の？個人コンサルの。誰？今の女性です。え？みたいな感じが初めての出会いで、だから会って秒で僕の個人コンサル、まあ、定価で言うと3時間120万っていう、もう劇的に高い個人コンサルがあって、もうあんまり申し込んでほしくないぐらいの価格設定だったんですけど、ポチッと申し込まれたのが初めての出会い、吉岡純子さんとの出会いです。この方はですね、本をもう3冊出されてるのかな、日本の神様大全っていう本と、日本人こそ宇宙にお願いすればいい、これかなり売れてる本だと思いますと、最近また宇宙パワーで銀河一のパートナーと世界一にハッピーになるっていう本をね、出されて、もうコンスタントに本を出版されていて、YouTube もやってますので、 YouTube で検索するとどんな人か興味が出たらぜひ見てほしいんですけど、魔法使いの学校吉岡純子、吉岡は普通の吉岡なんですけど、純子の純は純粋の純に、お子様の子になってますので、もうマジで面白い人なので、YouTube チャンネル登録13万人超えてますね。すごいですね。もう本当に面白い人です。でね、個人コンサルを申し込んできてくれてて、毎回毎回、まあ、僕はビジネスの相談をしに来る方か、スピーチの相談をしに来る方が多いんで、個人コンサル申し込んでくれた時に、こう、何の悩みを解決したいのって聞いたんですよ。そしたら、うん、悩みとかないっていうわけですよ。え？じゃあなんで個人コンサル申し込んだのって聞いたら、申し込んだ方がいいと思ったからっていうふうに、もう完全になんていうんですかね、こう目に見えないものとか、そういうものとつながってる子だなっていうのは分かりました。いわゆるスピリチュアルな方なんですね。で、話を聞くと、やっぱり生まれた時から見えちゃう人なんですよ。要はその辺のね、道路とかに子供が座ってて寂しそうにしてるだったりとか、いっぱい見えちゃうんですって。で、ちっちゃい頃から見えちゃうから、まあみんなも見えると思ってそのことを言ってると、周りから気持ち悪いって言われたりとかして、で、あまりにも気持ち悪いって周りから言われるから、自分も、あ、私って気持ち悪いんだ、みんなと違うんだっていうふうに自己否定が始まって、で、自己否定が始まると不幸なことって起きまくるんだって。交通事故にあって何メートルも引きずられたりとか、摂食障害になって物が食べられなくなってしまったりとか、本当に何度も死にそうになるような経験をいっぱいして、まあ、あるきっかけがあって、自分のそういうこう、他の人にはない力も全部、あ、私なんだなって受け入れてから、もう人生が劇的に好転していって、起業して1年目に年商が3000万超えて、もう起業して、だからその後1年後ぐらいかな、ちょうど僕の個人コンサル受けてる途中に、あ、カモさん報告が、どうしたの？結婚する、みたいな。え？
彼氏いないって言ってなかったっけみたいな、うん、できたし結婚が決まったみたいな、そういう人です。でこの吉岡ずんこさんはですね、僕の個人コンサルを申し込んでくれたんですけど、僕の方が勉強になることがめちゃくちゃ多くて、でまあ、その中でもとっておきのこのボイシーを聞いている方全ての人がすぐに活用できるめちゃくちゃいい情報だけ今日ちょっとお伝えしようかなというふうに思います。そのままずんこが教えてくれた通りに言いますね。あのね、カモさん、神様ってね、あっちこっちにいる。でもほとんどの人は神様をなんか特別な超神聖な存在で完璧だと思いすぎててちょっと損してると思う。神様ってもうほんとそこら中にいるカジュアルな存在で、意外だと思うのは結構わがままだから、自分が人間に良くなってほしいって思っていっぱい用意したチャンスを使ってくれないと拗ねちゃうの。逆にね、可愛いとこがあって、自分が用意したチャンスをうまく使って幸せを感じている人を見ると嬉しくなっちゃって、またその人のところにチャンスを用意しちゃう。だからどんどん神様が用意したチャンスをうまく使って幸せを感じまくってると、あれよあれよと幸せなことばっかり起きちゃう。でね、これを引き寄せの法則って呼んでるのって教えてくれたんですよ。めちゃくちゃ良くないですか。いや、神様ってすごい特別で遠くにいると思ってると、まあ要は自分の人生活にうまく使いこなせないっていうわけですよ。でも神様っていっぱいいて、これどうこれどうって僕らにいろんなおすすめをしてくれていると。でそれを信じて活用して、うわーよかった、ハッピー、楽しい、嬉しいってやってると、神様はめっちゃ喜んじゃうと、え、何、もう俺の用意したやつ喜んじゃってんじゃんこいつみたいになって、あー、もっと喜ばせてあげようと思ってどんどんチャンスをプレゼントしてくれてるということらしいです。なのでもう今日からちょっと始めてみて、神様おるんやっていうことにして、例えばたまたま歩いてたら信号が青が続いたら、あ、これちょっと神様チャンス用意してくれてる、ありがとうみたいな、もう窓を開けて天気が良かったら、うわ神様今日いい天気にしてくれてありがとうみたいな感じ、うん、たまたま選んだドリンクが美味しかったら、うわこれ用意してくれたんだありがとうって、そんな風に喜んでいると次々に嬉しいことが続いて起きてくる。引き寄せの法則って特別な能力なんかじゃない、誰の周りにも用意されているということです。それでは今日という一日が皆さんにとって最高な一日になりますように。せーの、いいね、神様いるって。はい、最後のお知らせでございます。ただいまですね、このボイシーのプレミアムリスナー大変革をしまして、今人気上昇中でございます。まあ具体的に言うと、週に1回のペースで激アツな音声セミナーをお届けしております。なのでこれウェブから申し込むと月額900円という価格なので、1回あたり200円から230円の超絶お得な音声セミナーになっております。ぜひ鴨頭よしひとの体験から出てくるですね、プッシュ配信の濃厚情報、このプレミアムリスナーで受け取っていただきたいです。ぜひ登録よろしくお願いします。